サッカーのカタールワールドカップ W 杯は連日熱戦が繰り広げられているが、グループリーグ GL でサプライズを起こしたチームの一つがサウジアラビア。優勝候補アルゼンチンに2対1で逆転勝ちを収めたが、同国のムハンマド・ビン・サルマーン皇太子が太っ腹すぎる贈り物を決めたようだ。全選手に50万ユーロ、約7245万円の高級車ロールスロイスを贈呈するとスペイン紙が報じている。22日、メッシ擁するアルゼンチンに逆転勝ちしたサウジアラビア。翌23日が国王の計らいで国民の休日となったことでも話題になったが、スペイン紙マルカはムハンマド・ビン・サルマーンがアルゼンチンに勝ったサウジアラビアの選手全員にロールスロイスを贈呈との見出しで記事を掲載した。同紙は全選手が50万ユーロ、約7245万円の価値があるロールスロイスファントムのモデルを受け取ると報じ、サルマーン皇太子の太っ腹すぎる贈り物を伝えている。米スポーツ専門局 ESPN サッカー専門ツイッターでも、サウジアラビアの選手はアルゼンチン戦での歴史的な勝利に褒章が与えられると伝えられた。決勝トーナメント進出じゃなく、アルゼンチンに勝ったことで7000万円のロールス贈呈って、ムハンマド皇太子の一存で決定。皇太子がサッカー好きでメッシ擁するアルゼンチンに勝つことがどれほどすごいことかわかる人物であり、金持ち国だからこそ。いきなり祝日宣言もそう。選手も家族も誇らしく嬉しいだろうな。この勢いで決勝トーナメント進出になったら次はどんなご褒美があるんだろう。海外ファンからは、すごいな、ふさわしいね、マジかよ、嘘だろ、金持ちすぎる、イケてる、などと羨望の声が上がっている。日本の場合は逆にはなるけど、クラファンみたいなことだとありかも。強国打破やベスト8など歴史的進展を選手たちが達成したら視聴者、ファンからの投げ銭みたいな形で。送りたい人だけやればいいし、日本代表にも報奨をみたいなコメント散見されるけど、消費税が 1% 上がれば天地がひっくり返るくらい大騒ぎするような国民がよく言うよと思うよ。他人の財布からならどんだけ出しても構わないという意識からかと思うけど、回り回って財源は結局自分に返ってくるのかという意識が低すぎるのかもしれない。日本代表報酬募金を作ればよいよ。報酬上げたい人は1万ぐらい募金してあげてください。10万人集まれば選手全員に高級車配れるよ。日本代表もぜひ同じことをって思いたいけど、ドイツに勝って満足するぐらいなら日本代表の W 杯優勝はまだまだ。これがもしベスト16で勝ったっていうならそれなりの報酬を与えてもいいかもだけど、グループステージ突破はまだ未確定。しかしこの勝利で日本の価値を世界に証明できた。日本もドイツ戦翌日を休日にって声があったけど、まあ現実はそうはならないことは皆わかっているわけで、権力者の鶴の一声で休日にできちゃう国って怖いよね。意向一つで人の生命だってコントロールできるかもしれないから、事実消された疑惑のあるジャーナリストがいる。そもそも日本で岸田が選手に褒章とか送ったら、マスゴミには名ばかりは首相としてからの贈呈として血税での支払いにしそうやで。誰かテレビで言ってたように、国民全員がサッカーに興味があるわけじゃないのを理解すべき点では、勘違いしないようにマスゴミは報道すべき。サウジの独裁者のポケットマネーでの振る舞いはいいが、もらう方は嬉しいより怖くねえかな。勝てば官軍、負ければ俗軍を体現してるみたいで、格下に負ければ7400万分の罰が与えられてもおかしくない国だぞ。